愛知県岡崎市、高生通り南、籠田町など、中央緑道周辺の地図。中央緑道は、愛知県岡崎市の中心地域を南北に通る緑道の愛称である。小塚あそいの唐沢町を一丁目から北上し、国道1号を横切って、高生通り南を通り、籠田町の籠田公園手前までの延長約300メートルの緑道である。 1974年6月2日に開設された。岡崎市中心街の中央に緑道を廃したことから、中央緑道と名付けられた。再生日前は、幅約10メートルの中央分離帯に、ヒマラヤ杉などの樹木、遊歩道、太陽電池時計などが設置されていた。1981年4月3日、カゴ電公園地下駐車場が開設され、入り口が 中央緑道の途中に設けられた。総門通りとの交差点に、加ゴ田ン門の石踏みがある。大塚はリバーフロント地区整備計画に基づき、2015年秋から周辺の整備工事が開始された。2019年7月26日に、加ゴ田公園がリニューアルオープン。2020年3月22日、桜城橋が完成。2021年3月20日、 中央緑道のリニューアル工事が完成した。中腹にあった田中義政の像は再開発整備に伴い町外の公園に併設された。深夜23時から早朝6時までの時間帯は4輪、2輪の自動車通行止めとなる。ありがとうございます。